よう。はい、どうも。それではやっていきましょう。今日はタイヤですね。で、タイヤはめて、タイヤマーク貼ってですね。で、タイヤなんですけど、これね、やっぱりね、真ん中がちょっと線が入ってるじゃないですか。これまあ言ってみたらあれなんですよね。パーティングラインなんですよね。で、今ちょっと一個やってみたんですけど、こんな感じ。ちょっとまあまだ残ってますけど、これちょっとへこみ系のパーティングラインなんで、ちょっとこれはできれば取りたいなと思って、今ちょっとまあ途中までなんですけど、一個ちょっとやってみた、見ました。で、これも全部ちょっとやろうかなと思ってますが、とりあえずまずつけて、タイヤマークをつける、タイヤデカールですねを貼るのが一先なんで、それをまずやっていきましょうという感じですね。まあそんなに難しいことするわけじゃないんで、まあパパッと終わらせてしまおうかなと思って、で、時間があったら、まあタイヤの真ん中の部分をちょっと処理しようかなという感じでございますね。で、どうですかこれ色。一応周りはメッキ残し で真ん中が白くなってるという感じにはなったんですが、まあ光の当て具合でちょっと分かりますよね。どうなんでしょうね、これがいいのか悪いのかっていうのがちょっと、まあ指示通りなんで、これがね、まあ指示通りにやったらこうなったという感じなんで、まあまあこれで間違いないんでしょうと。まあ箱絵の方もね、同じようにまあ見てもらうとも分かりますが、こんな感じで周りはメッキ調で中がシルバーっていう感じになってますので、まあこれでまず間違いはないんでしょうけどということですね。さあ、でタイヤデカールですよ。もうね、タイヤデカールやったことないんですよ、正直言うと。あれを、タイヤデカールは、レーシングカーでないと、まあ、つかないじゃないですか。だから、基本的に、やってないんですよ。で、昔、青島の、ロケットバニーの86やった時に、まあ、同じように、アドバンの、あれを貼ったんですけど、あれはただの普通のデカールだったんで、で、だからタイヤデカールとはまた違うんですよね。なんでちょっと僕もいまいちよく分かってないから、ちょっとそこはどうなるか分かんないですけど、まあ頑張ってやってみましょうかね。あ、ごめんなさいね。当たった。おお。先に、デカールを剥がすときに、剥がす前に、ちょっとここでビューッと切っとこう。よいしょ。デカールなんて初めて、正直 はっきり言って初めてですね。だからこれをがちゃんとできるかどうかはやってみないとわかんないという感じでございます。はい、で今ブリヂストンをやってる。今何だから、トリセツにタイヤデカールの貼り方書いてあるのを見ながらやってるんですよ。で、まあまずこうしっかりきれいにして、で
こぼしを剥がします。なるほど、こぼしを今拭いたのどれだ、これか、こぼしを剥がします。こっちは見た方がいいな、こっちでいい。あれ、いつも使ってるやつでいった、こぼしを剥がします。いやー、ここに来て初めての経験だからね、怖いよ。で、見えないんだけど、気にせなきゃいけなかったかな。ここだね。これで指でこすって、んで水で濡らす。大丈夫かね、これ。で、くり。剥がれてね。そんなにくっついてなかった。いやー怖いよ。初めてやることだからね。これで剥がれる？全然剥がれない。台紙からマークを剥がさんといかんの？あ、台紙からマークを剥がさんといかんのね。いやもうさなからもう大失敗してますね。あ、こういうことか。はい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 。いやいきなり大失敗したね。やったことないっていうのはこういうあれなんだね。大事ごとやっちゃってだよ。これを剥がさないといけないんだね。それでこれを貼り付けないといけないと。いやー失敗したからもうぐちゃぐちゃ。うまくいってくれたらこれがもう一個あるけど予備がね。ほら、くっつかんわな。ここか。ここか。あ、これやめた。あ、くっついた。あ、もうね、失敗した。ダメだ。やっぱり1個目は失敗でした。予備があってよかった。さあやり直しです。いやー嫌だね。予備があってよかったよ。これを持っていってこれで台紙を保護紙を剥がして、保護紙の上からさらにもう一枚剥がして、保護紙を剥がして、これを貼らんといかんな。で、難しい、いきなり難しいよ。違う、逆だ。
ました。これでおお、大変難しいなこれ。これで剥がすんだね。こういうことだね。ああ、なるほど。勉強になりますな。で、これをゆっくりと剥がしていく。ほう、こんな感じね。なあ、こういう感じですね。はい、こんな感じでした。で、今度はお天座やってみようか。まるで逆のね。いやー怖いよ。やっぱり初めてのことをやるとなるとやっぱり怖いよ。やっぱりね、何事も、いや何をするでも初めてっていうのがあるじゃないですか。だからそれはやっぱり怖いのは怖いですよね。やったことないっていうのは。で、クリスタ保護シートを剥がして、またあれと違うからね、デカールとは。よいしょ。釣ってる。そう。それで思い出した。前回の動画ね、組み立ての動画だったんですけど、見たらね、だいぶ映ってないね、手元が。あれ、よくないよな。ごめんなさいね、結構映ってなかったですな。あれはちょっとよろしくないっすな。ちょっとね、見返してみてね、編集で見返してみて結構反省しました。全然映ってねえじゃんってなって、ここをこうしてこうしてとかって言って言いながらね、映る範囲がね、いまいちはっきり分かってなかったんだな、あれ。よいしょ。よっ。分かった。なんとなく慣れてきた。はい、こんな感じ。ね。うまいこと言ったね。1個目の失敗が効いてるな。前回は失礼しました、本当に。うわぁ、なんか全然映ってねえじゃんとかと思って。じゃあ次。分かった、ここでできるだけ次のこと考えながらやった方がいいな。切った方がいいね。台紙は大きくてもいいんだけど。だから映ってないところで一生懸命いろんなことしてるのは、過去にも何回もあったけど、そういうのやってたけど、前回も割とひどかったなと思って、あ、これいかん、これは編集しててこれはいかんなと思いました。いかんせんね、カメラの画面がね若干見えないところでやってるんで、どうしてもね、見えないところでやってしまう傾向が
あるから画面を見ながらっていうのが正直できてないんですよ。もうちょいこの辺か、だからそれがねやっぱりね画面の映ってないところがでやってしまうというね、あれがちょっとねあれはいかんなと思いましたね。これタミヤさんの手デカルだから綺麗にできるんだろうね。ああまた靴で。だからちょっとね今回反省しました。あの範囲だいたいこの辺というのね。あのどうしてもね細かい作業になると見えるとこでやろうとするじゃないですか自分が。だからねそれがねやっぱり悪影響してますな。よっとよしよしよいしょ。ああ、あのね、で、これをキュッと、ああ、剥がれた。もういいや。もう上がらない。もうだってあれないからね、予備がないからね。ああ、やっぱり失敗するね。やっぱり失敗するんだよ。まあいいや、もうしょうがね。こうなったもんはしょうがねえよ。あ、剥がれちゃった。剥がれちゃった。しょうがねえ。剥がれたもんはしょうがない。まあちょっと勉強します。こういうのはね。どうやったらうまくできるかっていうのはねやっぱり勉強しないとダメだ。あの勉強するっていうか数こなさないとダメだわこれいうのね。とりあえずお手元だ。おお切れる切れる切れる、あの慣れてないことを慣れないこと初めてのことをやるときは大体失敗して初めてうまくなる。そう失敗 してあの人間は成長するというねいうことですからね。今回はしゃあない。失敗したと。もうすでに1枚2枚目が失敗した。もうビルジストンはもうあれはできないけどポテンドはもう一回失敗できるって言ってちゃダメなんだよね。そう人間は失敗してうまくなる。失敗することで成長すると。どなたか言ってましたな。誰だっけ、サタビルザーズだったっけ。失敗して人間は成長すると、確かにそうですよね。みんな最初からうまく、ね、できるなんてことはないんだよ。そうそうそういうことですよ。反対になるように合わせてこの辺か。これ水つけすぎてもダメなのかね。指で水つけろって書いてあったからね。指でな濡らした指でなぞれって言ってたからね。書いてあったからね。さっきずっともうあれでやってたんだけど、なんだ綿棒でやってたんだけど、綿棒じゃダメなんだもんかね。まあダメ、あうダメかもしんないね。よいしょ。これでちょっと湿らしたので軽く。書いたのでやれって書いてあったから、そっけ、それでやったらベロベロって剥がれちゃったからな。これであと自然乾燥でいいんじゃないか。いいか、ね、柔らかい布で拭き取ってくださいって書いてあるから軽く押さえて、あ
あんまり触ったらややこしいことになるからやめとこね、失敗しまくってるからね。いや、何事も人間は勉強が失敗して成長するんだということですな。よいしょと。いや、予備があってよかったよ。1個目丸完全に、ま、違うことでやってたからね。いや、奥が深いというか俺がまだまだ浅いんだな。というかレーシングカーをほとんど作ってこなかったのが、そうだな、レーシングカー今までで何台だ、これだろ、これでしょ、今回これでしょ、え、その前に青島のシルビアのスーパーシルエット作ったでしょ、でその前はあのアリート の海外メーカー のあれを作ったでしょ、あれはタイヤでかるもクソもなく掘ってあったから、タイヤに成形されてたから、それの頭を白く塗っただけだから、あれは上からペンで塗ったんだよな。そうか、4代目ぐらいか。中学校の時にロスマンズポルシェ作ったけど、あれはノーカウントだよな。あれはさすがにノーカウントだな。あれはもう何も知らない状態で作ってたからね。ロスマンズは全然覚えてないもんな。中学生だよ、やったの。だから全然覚えてないです。昔ね、中学生の時にそのなんだ、入院することになってね、入院することになって、で入院するから、で入院骨折か手術が足の手術をすることになって、それで入院することになって、でじゃあもう1週間って決まってたし、手術するのももういつ手術してどんだけ入院しとくというのも決まっとったから、あ、ちょっとね、だからその時にまあ病室で暇を潰せるものを持っていこうというふうに思って持っていったのがそのプラモだったんですね。で持っていったのがロスマンズポルシェで、でさすがに病院で塗装はできないから、先にもう全部ボディからなんか全部塗装していったんですよ最初ね。そう考えたら今と一緒なんだよね。先にボディを全部塗装を済ましてから組み立てるだけの状態にして持っていったの。ただそんなに難しいことしてないから、もちろんクリアとかなんて絶対やってないから、それはやらんわな。クリアなんて何のために使うんだって思ってた、あるのは知ってたけど何のために使うのって思ってたぐらいだから、クリアなんか全然せずにね、デカール貼って色塗ってデカール貼って、もうそれをそのまま持って行って組み立ててたって感じだから、まあその時にタイヤデカールとかなかったよな、記憶にないもんな。慣れてきた、ちょっと慣れてきた、全然離れたところでごめんなさいよ、本当ごめんなさい。ペグ100やってきます。意味が分かる方は意味があなた分かるあなたはどうでしょう、半紙です。
はい、ペグ打ち100してくる。それが分かる方はどうでしょう、どうでしょうをこよなく愛する方だと私は認識しております。どうでもいい話だねこれね。よいしょ、わあいい時間だ。はい、こんな感じで、まあ、あと1個あるけどちょっと時間が時間なんでこれは後でやります。で、デカールが乾いてから、ちょっとタイヤは、ここ、あ、ちょっと、剥がれてた。タイヤはちょっと、研いでおきます。が表面をね、研いでおきます。はい、ということで今日は、これぐらいかな。まあ、タイヤをデカールを貼ったという形でございました。失敗も出しとこうか。失敗、はい、ということで今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。さよなら。